お久しぶりです。アイゼン宗介だ。投稿が止まって申し訳ない。現世に遊びに行っていたのだが、帰り道に断崖で紅茶を飲んで休んでいた。ラスノーチェスに着く頃には10日ほど時間が経ってしまっていたよ。つまり断崖による時間のズレにより投稿が止まってしまったというわけだ。サボっていたわけではないから。あ、マジで。さて、今回は海鮮レモン鍋を作っていく。最近とても冷えてきたからな。鍋で体を温めようじゃないか。その熱、実に1500万だ。弁慶したわしは太陽まとっていると思う。ありがとう、山本源流斎茂国。鍋は心も体も温まる、とてもチルい料理だ。ぜひ作ってチルしてみてほしい。今日の飲み物はこれ、水道水。神の水を失った私が飲む完全無添加の水道水だ。君ごときでは理解することもできまい。10日ぶりだね、ナビ。ラスノーチェスを開けてしまって申し訳ない。それでは一度乾杯しようか。挽回。完全栄翔水道水はいかがかな。料理はどうだろう。あら、これは想定外だ。大失敗だ。どうやら頭がおかしくなるほど苦いらしい。鍋に入っているものすべてが苦いらしい。謝らないでくれ、ナビエ。何か原因があるはずだ。その原因を生み出してしまったこと、その結果に巻き込んでしまったこと、どちらも私の責任だ。またよろしく。ここからこの大失敗鍋を食べられるまでにしていくぞ。前回のプリンカレー理論を用いてカレーにしていく。失敗した原因が判明した。1、未熟レモンの使用。2、煮込み時間だ。未熟レモンは苦味が強く、煮込み時間が長くなると苦味が増す。またリモネード成分は皮と種に多い。取り除いた方がいいそうだ。まさか良かれと思って購入した。完全国産無農薬レモンにここまで追い詰められるとはな。憧れは理解から最も遠い感情。料理の同様、安直な理由で食材を購入するべきではないだ。今日もまた一つ学んだよ。さて、カレー化はうまくいったかな。実食だ。口直しにスタバのビア、ホワイトモカでも飲もうかな。またよろしく頼む。